彼らに突然の破綻が訪れたのはデビュー後わずか1年のことであった。ボーカル突然の脱退、マリス・ミゼルは志半ばにして苦渋の活動休止を余儀なくされた。ようこそマリス・ミゼルのヒューマンサイエンスハイソサイティシンドロームシステム002へ。静寂の森に佇む子羊たちよ、いにしえを一員にし我らが絆、ここに再び固く結ばれる。ボーカリストを失ったバンドに未来はあるのか。誰もがそんな不安を抱いた。しかしマリス・ミゼルは残る4人で堂々たる姿をファンの前に現したのである。屈するわけにはいかなかった。歩みを止めるわけにはいかなかった。何かに突き動かされるように彼らは4人での再スタートを切ったのである。そんなマリス・ミゼルに観客からは惜しみない歓声が上がった。マリス・ミゼルは再び歩き始めたのだ。誰もがそう確信した喜びの瞬間だった。ファンクラブイベントという場での束の間の再会、締めくくりにファンに投げかけられた言葉はマリス・ミゼルが心に固く抱いていたこの一言だった。次に会うときは必ずライブでお会いしましょう。まさかこの言葉が儚くも散ることになろうとはこの時誰が想像し得たであろう。99年6月21日ドラムの神が突然帰らぬ人となったのである。人一倍早くライブをやりたい、そう言い続けてきた神。しかし彼がステージに立つことはもう二度と叶わなくなってしまった。マスコミ各社にファックスされた彼の休止を告げる文書にはメンバーからのこんな思いが記されていた。この言葉を裏付けるかのように残された3人は神が書き溜めていた遺作をレコーディング、神話という名の作品に永遠の命を吹き込んだのである。マリス・ミゼルは宿命を背負い復活を遂げた。